皆さんこんにちは、さくらんのさくです。ただいま私フランスはニースに来ております。イエーイ、初めてのニースです。でさっきニースに着いて、今が昼の1時です。今日お仕事で来てるんですけれども、ステイがまあ丸24時間程度しかないので、ちょっとまったり過ごせればいいなと思っております。めっちゃ眩しいですね。これはトラムのチケットです。これを使って、オールドタウンに行きたいと思います。ニース旧市街にやってきました。オールドタウンです。あー、もうさすがフランス。この後ろに見えますか、この背景のビルっていうか何建物、もうすっごい可愛いです。気候は今は外が28度なんですけれども、結構カラッとしてます。オペラハウスがあるみたいなので、まずはそこに行って、でそこからすぐのところがもうビーチになってるらしいんです。ちょっと大きめの広場、公園があります。でひたすらこの道を進んで、あと数分歩いたらあるはずです。オペラハウスに到着しました。この後ろに見るのがそうです。多分こっちが正面入り口だと思うんですけれども、街中、ほんとこの街中にドンと突然現れました。もうなんかフランスらしい、すごくしっかりとした作りでフライト機で眠たすぎて言葉が出てこないです。ほら見てください。そう、こういうこと言いたかった。このライトの装飾すごくないですか。わー、ゴージャス、ゴージャスです。オペラハウスのすぐ横はこのレストラン街というか、ちょっと目抜き通りになっていて、今すっごく賑わってます。もう2時頃なんですけれども、すごい人ですね。しかも天気がいい、ちょっと陰に入ると涼しいんですよ。最高です。今オペラハウスの横を歩いて行っています。これアイスクリームはすごい、フランスなんですけどイタリアも近いっていうことで、アイスがなんすっごい美味しいみたいです。到着しました。わー、すごい綺麗。太陽がめちゃくちゃ眩しくてですね、今ちょっとこう影になるように向いてるんですけれども、これでも眩しすぎて全然目が開かないです。骨董品市場にやってきました。ここは普段は、お花とか売ってるマーケット、ファーマーズマーケットみたいな、多分そんな感じだと思うんですけれども、今日月曜日だけは骨董品を扱っているということで、すごい古い本とか家具とかお皿とか売っております。いやー、こうやってこうゆったり歩くにはもうぴったりですね。すごい、いろいろ売ってます。アンティーク、なんでしょう、アンティークの掘り出し物を求めてたくさんの人が集まっております。私は恥ずかしながらそこまでアンティークものに詳しいというわけではないので、まあここはちょっとブラブラと見つつ通り抜けます。あー、すごい、もうこの景色南仏って感じですね。アイスクリーム屋さんに到着しました。立ち寄ってしまったっていうのもですね、今めっちゃ暑いんですよ。なんか地味にすっごい、多分これ画面越しでも伝わるぐらいメイクがレベルだと思います。もう本当に暑くてですね、そうなので、まあ、水分補給も兼ねてということで、アイスクリーム買いたいと思います。すっごい種類あります。あ、上が多分アイスで、この下がソーベーシャーベットですね。めっちゃいろんな種類あります。ピスタチオが一番有名とのことなんで、ピスタチオにしました。買ってきました。右がピスタチオ、何が一番有名って聞いたらピスタチオとのことでピスタチオにしました。で左がマロン、多分マロンって書いてたので、おそらく栗じゃないかなと思うんですけど、マロンが、果たして私が持ってるマロン栗のマロンなのか、なんか全く別のちょっとピンクがかってるんですよね。これ全く別の何かだったらどうしよう。それではいただきます。まずはピスタチオ味のアイスを一口。おお、なんて濃厚な風味なんでしょう。ピスタチオの粒々も入っていて、甘すぎず、とにかく美味しい。バクバク食べれちゃいます。そしてもう一種類の方もいただきます。果たしてこれは本当にマロンなのか。パクッと。
栗の味がします。ガツンと甘めで栗の風味がしっかりと効いたアイスです。アイス完食しました。いやなんか結構さらっとつるっと完食できたんですけど、今こうやって歩き出すとかなりお腹いっぱいになったなっていうような感じです。ちょっとやりすぎたかな。いやけどあのカップに持ってもらって、はいどうぞって出してもらった時はなんかうわすごい量あるじゃんって思ったんですけど、いざ実際食べてみるとカップがそんなに深くなかったんで、まあ量的にはそこまでなかったと思うんですが、これが、この後吉と出るか京都出るかお次の目的地見えてきました。見えますか。逆光かな。後ろに見えるのがサンレパラート大聖堂とロセッティ広場でございます。すごい大聖堂大きいです。見える、あこの屋根がちょっとかぶってるか、今日すっごい大きいです。ほらほら、おお、これもですね、なんか街の裏路地をシュシュシュッと通ってきたところにボーンって突然現れるような感じで迫力がすごい。でですね、まあなんで私さっきアイスを食べたかというと、ちょっと今から結構歩くんです。シャトー公園に向かいます。小高い丘になっていて、そこから海辺を一望できるすっごい景色がいいみたいなので、そこに行くんですけれども、まあ小高い丘ということはちょっと登るんですそれもあってひんやりしたもの食べてリフレッシュしてから行きたいと思ってさっきアイス食べちゃいました。今から気合い入れて向かいます。再び海沿いに戻ってきました。いやもう本当この景色、やっぱ太陽の下に出ると暑いんですよ、けど影に入ると結構過ごしやすい感じです。こんなに海が近いのに、そんなに海っぽい潮の匂いがしないっていうのが不思議です。到着しました。こちらアイラブニースモニュメント前でございます。で私で隠れてるんですけど、なんかこれはゴリラもおります。アイラブニースの逆側、あちょっと今このマンションで見えないんですけれども、この上に展望台があるんですよ。そこに向かいます。私作隊員展望台の麓にやってまいりましたが、エレベーターがあるって聞いてたんですが、これもしかして階段自力で登る感じですか。なんかみんな登ったり降りたり、いや降りてるだけなのか。この下からちょっと行けそうですよね。行ってみます。これこの階段登るのさすがにきついですね。今そんな体力ないです。いやすごいですよこれ。まあ下りはいいんですけど、あありそう。おーなんかすっごい遠くの壁にリフトって書いてる、合ってるっぽいです。でこれも、まあ、今日一緒に飛んでたクルーがフランス語のスピーカーで、まあ、一緒にニースに来るみたいな感じの子だったんで、いやまあじゃあベタな感じの観光何みたいな感じで聞いたら、ここ教えてくれて、登るのはエレベーターがあるからそれを使ったらいいよ、ただだよみたいな感じで言ってたので来ました。しかもこの中涼しい。お着いた。結構なんか小さめのエレベーターですかね。今エレベーターを降りてきて、とりあえず道なりに行ってみます。まだもうちょっと上がるみたいですね。もうめっちゃ暑いです今。うわーすごい絶景だ。水面がめっちゃキラキラしてます。癒されますね。あで、あの下が私がさっき頑張って自撮りをしたアイラブニースのモニュメントのところです。あ今逆側にちょっと来たんですけど、めっちゃ綺麗。うーわーもう絶景です。絶景この下結構水が澄んでますね。もうブルーって感じ。うわーすごい綺麗。癒されます。これ景色良すぎるわ。もう風も吹いてて気持ちいい、日は照ってるんですけど風がすごい気持ちいいです。スーパーにやってきました。モノプリです。入ってきます。生ハムです。モノプリ今夜部屋で食べます。水水滴が全然落ちてない。めっちゃ買ってきました。バッグ2つ分、もう肩めっちゃ重いです。今日なんか本当はこの辺で食べて帰ろうかなって思ったんですけど、さっきなんかすっごい太陽の光浴びすぎたのと歩きすぎたのとでちょっと疲れたので、もうホテルに帰ってゆっくりします。
帰宅しました。暑かった、めっちゃ疲れました。なんか最後トラム乗って帰ってきたんですけど、降りる駅を間違えて一つ手前で降りちゃって、で一駅分歩いたんですよ。全然10分ぐらいの距離だったんですけど、なんかその10分でもすっごい日差しが、もう夕方の何、夕日、日差しが強くってもうヘトヘトです。ちょっとお風呂入ってさっぱりしてきます。あー、さっぱりしたい。で、今はちょっとですね、このお風呂上がりの一杯。もう今日暑かったんで、ほんと炭酸が染みます。で、ちょっともうお腹空いちゃって、生ハムいただいております。ヨーロッパ生ハム安いですね。あとこれで確か2ユーロちょいとかでした。私結構ニューヨークではトレーダージョーズっていうお店で生ハムを買うことが多いんですけれども、え、まあそこ比較的そんな高くはないスーパーなんですが、ここまで安くはないですね。さっきの生ハムとスパークリングワインの他に、まずはこれ、チーズ、なんか暗いんですよこれ。ちょっと夕飯というか、まあ今食べようかなと思って買ってみました。サイズもそんな大きくないんで、これちょっと食べてみます。で、あとはバター。私の会社のクルナイダではこのバターがすっごい有名で、もうフランスに行けばこれみたいな。なんか名前は覚えれなくても、このパッケージ、ブルーの濃い青のドットがいっぱいついてる。で、塩が入ってる方のこのバターがとにかくうまいからこれみたいな感じでおなじみのこのバターです。これとあとエシレバターも売ってたんですけれども、私これ好きなのでこっちにしてみました。あとは友達のお土産にパッケージが可愛いクッキーとこれ買ってみました。ではオープン。あ、見てください、これ、この黒い花瓶。あ、ちょっと臭めな感じですね。いただいてみます。え、ゴートチーズです。お、めっちゃ美味しい。こうやって匂った時は独特の臭みはあるんですけれども、食べたら全然癖ないです。さっぱりしてます。しかもクリーミー、見た目からは想像できないマイルドな口当たりです。おはようございます、起きた。顎かゆなんと私ですね、5時から起きてました。なんかハッと目が覚めたら5時だったんですよ。で、今日は8時に起きれば十分集合時間に間に合うっていうような感じだったんで、で、今日はただ朝食がついてるんです。なので8時に起きてゆっくり準備して朝食食べて集合すれば大丈夫かなって思ってたんですが、まあこんなに早く起きてしまったのでどうしましょうちょっと早いですが、ぼちぼちと仕事に行く準備をしていきたいと思います。この前日本で買ったセザンヌのティントグロスがなんかすごく良くて、最近気に入っていてこればっかり使っております。で、その後にアメリカのセフォラで買ったグロスを上から塗って完成です。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。この動画が面白ければぜひ高評価ボタン、あとはチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。